アルバート・ウィリアム・スティーブンスはアメリカ陸軍の将校で北間塗りである。1935年、オービル・ A ・アンダーソンと気球の高度記録を樹立した。メイン州のベルファストで生まれた。気球からの空中写真の撮影を行い、1930年の南アフリカでの飛行では初めて地平線が湾曲しているのがわかる写真を撮った。しばしば遠距離がはっきり映るように、 赤外線フィルムを用いて撮影した。1932年には、アメリカ陸軍航空隊のチャールズ・ D ・マカリスターと、共に、日食時に飛行し、地上に落ちる月の影の写真を撮影した。エクスプローラー、ツーゴンドラインザ、ナショナルエアスペースミュージアム、1935年11月11日、陸軍航空隊のオービル・エアンダーソンと共に、密閉気球、 エクスプローラ2号で2万人の監修に見守られ、NBC の実況放送が行われる中で、高度記録22,065メートルを樹立した。1956年に、モートン・エール・ルイスと、マルコム・ロスに更新されるまで21年間、気球の最高到達高度記録であった。ありがとうございます。